はい。えー、どうも、吉谷です。えー、この動画はですね、えっ、ー、と、講義の方を追加しましたというお知らせの動画になります。で、毎月やってるですね、フォローアップ勉強会の映像、こちらですね、すいません、ちょっと遅れてしまったんですけど、まあ、あの、この動画撮る前にもうすでにアップしてって、ちょっと経っちゃったんですけれども、一応このフォローアップ勉強会、ここにあるフォローアップ勉強会ですね、 フォローアップ勉強会の過去映像すべてということで、今までやったフォローアップ勉強会の内容すべてあの動画としてあるんですけど、この2017年の2月、こちら追加したやつです。2017年の2月、えー、月収100万を稼ぐ具体的なアクションっていうところで、えー、この前やったんですけれども、ここで、えー、講義の方を追加しています。はい。で、この講義、まあ字、まあ相変わらず字が汚くて申し訳ないですけど、 この講義を見ていただければ、月収100万をどうやって稼いでいくのか、その具体的な方法、イメージっていうのはできますので、月収100万を稼ぐタイっていう、まあ、ドリームアカデミアの夢は定義として月収100万ということを置いてますので、まずその100万。じゃ夢って何なの ?100 万にしましょう、とりあえず。100万、月100万稼げるようになったら、まあ自分の好きなことできるよねっていう、 あまあ、あとはま、ね、あのー、何億だ稼ぎたい人はま、講義そっちの方もやっていただければいいと思うんですけど、ひとまず個人で100万あれば僕はある程度好きなことできるんじゃないかなということで、まあ、あとお客さんのね、意見としても月収100万稼ぎたいですっていう方非常に多いですから。ネットビジネス始めていくら稼ぎたいですか月収100万です。めちゃめちゃ多いです。で、今回その月収100万をどうやって稼いでいくのかっていうやり方、えー、こちらもう全部載ってますので、 これマジで見てください。これ何度も何度も見てすり込ませてください。月収100万もし達成したいんだったら、これすり込んで、これ暗記するぐらいすり込んでください。ここでお話しした内容が土台になりますし、実際にどうやって稼いでいくのかっていう、このドリームアカデミアのコンテンツですね。こういうコンテンツを活かして、これらのコンテンツを活かして、ドリームアカデミアで教えてるコンテンツを活かして100万稼ぐための設計図。 になりますのでこれをもう一度言います。これ自信を持って言うんですけど、ここで話している内容をやっていただければ絶対行きます。100万は。絶対行く内容を話してますであので、月収100万行きたい場合はあの、熟成さんの方はここを暗記するぐらいまであの、これを人に説明するぐらい、もう本当に何度も見た頭たに叩き込んでください。お願いします。 これはもう最低限知っとかないといけないわけですから、これすら知らない。この、これを、この設計図。まあ、ここで設計図的などうやって月収100万いくのかっていうのをこうお話しさせてもらったんですけど、これを頭に、自分の頭の中で描けないと稼げませんから、えー、これをちょっとお願いします。はい。うん。で、まあ、ここで、まあ、バーって書いて、まあ、文章もね、こう書いてあるので、これもちょっと見てみてください。もう本当ね、 簡単ですから、簡単って言ったら語弊があるかもしれないですけど、やることすごくシンプルです。はい、やること非常にすごくシンプルですので、まあ、これをちょっと見ていただきたいなというところでございます。はい。ではですね、まあ、これはですね、毎月ありますので、3月、4月、5月っていう、もう毎,日毎月やりますので、まあ、一応、あの、ここに、えー、動画の編集が終わったらですね、ここに、 どん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 載せていきますので2017年1月2月3月もやります4月5月バーッとこう載せて2000こ,このいいですかね今この2015年からバーッてこの講義見れるんですけれどもこれがあ、えー、と僕20あと26年だからなんだこれがいつまで続くんだ僕が60歳までだから2017足す 26年ですね、あと。はい。2043年まで続きます。OK ですかね。この講義の無料追加、ここの講義の無料追加は、2043年まで無料でずっとドゥワーって続きます。僕が死なない限り。このドリームアカデミアは60歳までやるって僕が言ってますので、60歳まで、つまりあと26年ですかね。2043年まで全部載せています。OK ですかね。 2000、ここ43年まで全部ずっと無料でこうフォローアップ勉強会やり続けてっていろんな方法を教えますので、まあ、これ見て稼げないあとサポートも一応やってますけれどもまずありえないですだからまあドリームアカデミアのコンセプトとして夢は逃げない逃げるのはいつも自分だっていうことを言ってるんですけど一応僕ここまでやってもうノウハウも全部一応ね1億までまだここはちょっと1億はねぶっ飛びすぎてる内容なのでまだ入れてないですけれどもまあ全部入れてきますからで ノウハウも別に多少みする必要もないし、全部言ってきます。で、これで稼げなかったらマジでやってないだけだと僕は思います。で、今実際にまあドリームアカデミア戦のから結果報告もいただいてるんですけど、まずこの YouTube で稼ぐノウハウですよねで。こちらもやっていただけば結果必ず出ます。で、あとは転売も絶対出ます。で、転売に関してはその転売代表、まあ YF さん。この YF さん、 YF さんもね、あの、ちょっとね、追加したんですけど、まあ、いいや。あの、まあ、YF さんっていうね、ここで載ってるかな。YF さん。はい、YF さん。転売初心者の YF さん。ま、あ僕の YouTube チャンネル見ていただいてる方だったらわかるかもしれないですけど、YF さんもね、えー、このコピーライト、あの、あのー、転売道場ですね。この転売。 このノウハウをやって主婦の方でも稼いでますから、主婦の方でも稼いでるわけですよ、初心者で。ここである内容を勉強して、主婦の方でも稼いでるわけですから、稼げないっていうのはまず考えられないですね。ここで教わってる内容を主婦の方がやって実際結果が出してるので、この YouTube の関してもそうです。これはお客さんが結果を出した内容ですから、これもやっていただければ結果は出ます。 だから結果が出ないってことはやってないっていうことですでやり方がもし結果が思うようにそのいかないんであるならば相談してください。今こういうふうにドリアカで習った方がこういうふうにやってるんですけどなかなかう,うまくいかないんですっていうのを相談してください確実に。一人で悩むんじゃなくて相談してください。 確実にもう一度言いますここで教えてる内容は絶対稼げます。なぜならば、お客さんが実際にこれを実践して稼いでるノウハウです。僕がやって稼いだわけじゃなくて、お客さんがやって稼いでるノウハウですから、で主婦の方も稼いでるし、お客さんがやって稼いでる内容ですから、稼げないってことはないです。実際にドリアカセの方からも、結果報告はすでにやってる方はもらってますんで、あとどれぐらいやるかっていうだけですね。 まあこれは結果報告の部位を見てください。結果報告。結果報告の部位はここにリンク載せてるかな。結果報告。ここですね。結果報告。こちらの、こちらの、 結果報告の方に、まあトレンド動画の結果報告とかも載せてますので、実際にやってる熟成さんは結果出してくれてますので、この結果報告を見てくる見、見るようにしてください。信用ができない。不安だなっていう場合は、この結果報告全部見てください。もし自分が習ってるノウハウ、勉強してるノウハウに不安という場合は、ここのドリームアカデミア生の他の人の結果報告を全部見てください。これが真実ですから、これを見て、 あのやってほしいなと思います。信じれないんだろうならば。いや、なんか本当に稼げるの大丈夫ってことであるならば、このね、今、結果報告いただいてるんですけど、これ全部見て、えー、ちょっと自信をつけてほしいというか、やれば稼げますんで、うん。ちょっとこれを見てほしいかなと。結果報告は、ここのリンク、ここにリンク載せていますので、これクリックしていただくと飛びますんで、お願いします。 ということで、まあ、今回の動画は、えー、まあ、ちょっとゴリプッシュしましたけど、絶対見といてほしい映像ですから、この、まあ、本当にドリームアカデミアのコンセプトが月収100万が一応着地点になりますので、それの具体的な方法を解説している内容になります。ですから、これは絶対に見て、絶対に見て、頭で暗記するぐらい擦り切れるほど見て、自分の中でこれ、僕が言ってる内容を 自分の中の頭の中で作り出せるようにしてください。うん。大、OK、きですかね。はい。ということで、今回の、えー、と講義の追加のご報告の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。